知の通り、この優勝決定戦の再戦は時間無制限の一本勝負です。さあテキサスの地を赤く燃えろテッド・デビアス。テキサスローンのホールが再び武道館にこだまします。今度こそ鶴竜をやっつけるぞ。3番戦そして天竜です。落ち着き払っています。天竜さあ反戦を倒すことができるか。ジャンボ鶴田2年ぶり2回目の優勝を目指します。鶴竜そして史上初の2連覇を目指します。三半戦テッドデビアス優勝決定戦の再戦時間無制限の一本勝負で行われます。さあリング上は非常に緊張の糸がピーンと張り詰めたようなそんな雰囲気に包まれました。さあ赤三半戦がいきなりラリアット、ウースタンラリアット、いきなりウースタンラリアットを天竜に打っていきました。そしてその後ドンが打ち鳴らされました。さあ三半戦がこれは完全に狙っていました。そしてテッドレビアスが、テッドレビアスが今度は鶴田を場外に送り出した。さあまたしてもまたしてもあの優勝決定戦のように両チームリングアウトにこの再戦もなってしまうんでありましょうか。山田さんこれは狙っていましたね。そうですね、はい、完全に危機テンポですね、そうですね。まだあの優勝決定戦セミファイナルのこの戦ったその汗の引かないこの鶴田天竜そして阪神デビアスでありますが、まあこの史上初の再戦山田さんこの展開は誰も予想しなかったですよね。そうですね、まあ、ただね、はい、あの前の試合が10分足らずですから、はい、両チームともスタミナ面は全く心配ないですね。あなるほど、ですから問題はね、やっぱり気力のある方、これが勝ちだと思いますよ。まあ、この控え室でありますけれども試合前鶴田天竜は何としてでも勝ちたい、どんな手段を使ってでもこの2点をも、あいや阪神デビアスを打ち破ってそして、ね、あの優勝にもうもぎ取りたい、このようにしていたんですが、はい、その辺どうですか、このサイドに、ね、はい、ジャイアント馬場さんがいましてね、腕の一本でもへし折ってもいいから必ず1000万円を控え室に持ってこいと、なるほど、ハッパをかけてました。山田さん全くそうですね。いやその通りです、はい、いや私はね絶対隔離だと思いますよ。そうですか、気力でいってほしいです、気力で。寺本さん阪神デビアスはどうでしたか。阪神デビアスもちろんそうなんですけどね、もうやる気満々でもう十分な柔軟体操をしてましたね。なるほど、それからあの優勝を目指しました八つ長州組ですけれども、もう両選手ともまだシャワー浴びてませんでね、はい、この勝負の盛り立ったりはじっと観戦しています。やはり敗因はですね、左膝の靭帯が緩んでしまったのでこれがもう敗因ですとこのように言ってましたね。その長州天竜選手がね、はい、ちょっと額切りましたね、あ本当ですね、これ目に入らなきゃいいんですが、ちょっとしたこういったコンディションの良し悪しが即この優勝賞金1000万円そして最強タッグのこの勝負これに関わってまいります。さあハンセンと、あ本当だ、天竜額2点のあたりですか、山田さん、明らかにね、はい、ハンセンが狙ってるんですよ、キック入れて、はい、パンチ入れてこの膝蹴りですね、はい、そうですね、こうなると山田さん勝負のポイントはどこにやってくるんでしょうかね。やっぱりねこの天竜のはね、はい、マイナスポイントを背負ってしまったんで、あ今度は鉄柱です、用心しなきゃ危ないですね。そうですね、テッドレビアスが天竜をそしてスタンハンセンがそこに待っています。鶴田は今エプロンサイドであります。さあその天竜に攻撃の的を絞ったか。さあ優勝決定戦の再戦、さあ天竜が蘇った、下から蹴りを入れた、しかし後ろからテッドレビアスであります。ガッコーナー行ってしまいましたね、この青いコーナーがスタンハンセンテッドレビアスのコーナーであります。これはね、なんとか鶴田選手に今タッチしてほしかったんですが、まあこの天竜の期待を割られたというアクシデントもありますが、再戦というのは山本さんこれは五分と五分の条件ですからね。そうなんです、はい、まあ、全くね、意味では五分五分ですが、はい、これなんて言ってもね、ここは日本なんですよ。そうですね、日本の東京、日本武道館なんですよ、なんとしても鶴竜にね、はい、もう勝って雪辱してもらいたい、もうファンがみんな思ってると思いますね。先ほど倉持さんのレポートがありましたけれども、腕の一本もへし折って1000万円を控えずに持ってこい、こういう劇が鶴竜に飛びました。さあどうだ、あしかしハンセンのフォロー、ハンセンのフォローであります。天竜がジャンプで繋ごうとしたんですかね。そうなんです、はい、これなんとかここで、ね、ジャンボが出てかなきゃね、はい、あの展開は非常に不利になりますよ。時間無制限の一本勝負です。なんとか鶴田につないで、そして体勢を立て直したい鶴竜であります。セミファイナルで長州やっぱり阪神が両者リングアウト、そしてこのハンセンデビアス鶴田がやはり、両者リングアウト、こういうセミファイナルそして名ベストの結果でしたので、このように対戦が行われております。このチームに勝った方が史上初のこの再戦を経ての優勝ということになります。さあ三半戦完全に天竜を捕まえました。この天竜も
ハンセンに対してはこの AWA のベルトを巡りまして、ね、非常に5連続打法検討したんですがね、ちょっとね、今のところあのダイナスと集中コーナーで元気がないですから、ここは人足に立ちたいところですね。バッティングクラブの体勢、その天竜に反撃の隙を与えません。ただハンセンぐいぐいと絞り上げる、さあ耐える男の美学な天竜、がっちり決まっている、かなり深く入ってます。早村さん、そうですね、あ、行かなきゃダメです。ここで通過が入った、正面から右のキックを合わせた、2発、そして返す刀でチョップのデビアス、デビアスも入ってくる、さあ鶴田がこれを応戦するか、ジョー・ヒルシが上げた、しかしその手をついてセットデビアスがエルボーを落とした。あんまりね、オーソドックスに構えしますとね、ダメですよ、もうこうなったら土壇場ですからね、はい、うん、やるべきことはもうやらなきゃダメ、反則にならないギリギリのところまでね、はい、あっと天竜満を持していきました。スタミナ、技のキレ、この辺は両チームどうですか、山田さん。技の切りは両チームともに今一ですね、はい、スタミナはまだ残ってますよ。そうですか、やはり、まあ、プロレスラーというものはやはり本当にこの2試合やっちゃうんですからね、山田さん。これはね、すごいもんですね、このチームの、実力になるか、はい、今5分が経過してまいりました。さあここまで5分が経過、この試合どう予想されますか、山田さん。これからのね、はい、スタミナの勝負というよりも、大技の勝負ですよ。あ、そうですか。スタンハンセンにはウエスタンラリアット、この試合、再戦ではいきなり序盤戦で出してまいりましたが、ここでドロップキックであります。一方の鶴天竜、まだ大技が山さん出てませんね。そうです、はい、今のところだって、天竜がですね、決められる一方ですからね。そうですね、序盤戦は完全にスタンハンセン、テッドレビアスがペースを取りました。この優勝決定戦の再戦、このチームに勝って、この試合に勝った方が今年86年の世界最強タッグチームの称号を手に入れるわけであります。優勝賞金は1000万円。しかしここは日本です。さあ天竜頑張れ、天竜をロープに飛ばした、これをかわした、さあタッチだ、さあタッチだ、タッチだ、もうローとしている天竜だが足を踏ん張って、あー発展が突っ込んできた、後ろからテッドデビアさん、この執念、山田さんどうですか。いやー、これはすごいですね、はい、しかし鶴田選手もこうやって入っていかなきゃダメですよ。レッドデビアさんを蹴散らした、レッドレビアスを突き出した、しかしまだ試合の権利があるのは天竜選手です。山田さんそうですね。そうです、ですからこの状態をね、カウントされてもしょうがないんですからね、これでまた両者リングアウトということになりませんか。さあ今入った、完全に、はい、あのハンセンチームはですね、天竜選手の釘付けを狙ってるわけですよ。なるほどね、完全にこのも1点に攻撃を集中してまいりました。まあ山田さん、こういう再戦の時には一人にダメージの大きい方に的を絞って確実に点を取りますか、勝利を取っていく、これしかないですね。ただね、はい、これも非常に危険なんですよ。今ね、ここで天竜がタッチした場合、はい、鶴田選手は全く余力を残してます、ね、そうですよね。あ、さあ鶴田、その鶴田、鶴田が行きます、鶴田が行きます、さあテクレビアスジャブラリアット、リグの中央、反戦にもエルボーを打つ、反戦にもエルボーを打つ、さあテクレビアスが気がついた、さあそのテクレビアスを捕まえて、なんだ、あーっとジャンピングに、ジャンピングに、さあ観衆にアピール、隙を見せるなよ鶴田、隙を見せるなよ鶴田、さあ今度はストッピング攻撃、一人でもう二役、ここはもう鶴田に期待するしかないですね、山田さん。今までね、たっぷり力を養ってますからね、はい、そうですね、ダラッキック、ダラッキックであります。鶴田君どうですか、山田さん。いいですよ、いいですね、さあ打ち込め、打ち込め、あーっと反転がレビアスを助けた、さあ鶴田場外、鶴田場外であります、カウントが入ります、時間無制限とはいえもちろんリングアウトもあります。さあどうなりますか。今はね、心配ない、はい、鶴田選手ね、そんな激しく落ちてませんからね。でも1対2ですよ。あ、1対2はちょっとあれですね。さあ反射点プレーパーテビアスに爆発、ロシュチン世界を取ったバックドラップ、場外で爆発、反戦大の字、しかしリング内には誰もいない、リング内には誰もいない、カウントが進みます、カウントが進みます、反戦が相手を引っ張る、鶴田蹴飛ばせ、蹴飛ばして這い上がった、這い上がった、鶴田、さあデビアスが入る、デビアスが入る、一番だ、おっと入りきれません、鶴田の腕が上がり、いや、ボールを引きましょう、山田さん、ハンセン、デビアス